お、うん、あ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 、え、お、とかね。は、お、とかね。これです、これじゃあどうぞ。あー。OK。おー、なんだなんだ。はい、はい、はい、え、なんて体力がないな。ちゃちゃ。恥ずかしいな。え、相手の体力がない。あはは。今日のゲストは、はいはいはい、ゲーマー B さんです。はい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 、お題よりもゲーマー B にの質問が多い方がいいですかね。そうですね、はい、お便りも結構来てるみたいなんでちょこちょこ読んでいきたいと思います。はい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 、先日ゲームキャッチャーボードの、うん、ああそうですね、はい、アバメディアさんの、アバメディアのゲーマー B がよろしく、ゲーマー B です、うん、はいはい、最初ストクロをやってその後スパホですかね。はい、そうです、そうです、鉄拳負けたゲーマー B です。ゲーマー B、 あの鉄拳の時絶対俺じゃないと思ってたでしょ。俺なんだ俺なんだとか言って、ちょっと俺なんだとか言って、いやーちょっと鉄拳まさかあのケースケールですか。あのエボサインになったことが落ちますねそれ。昔って感じ。猫爺のマイクも用意しないと。猫爺マイクとか、ちょ猫爺これ取って、めちゃくちゃ準備が、まあ、ゲマビのタイミングでランクマですかね。あ、そうか、ゲマビエボ2位だ。ゲマビエボ2位です。エボ2位ですね。ケイスケさんはエボ3位ね。3位、最高3位。俺はギルティエボ優勝。ギルティサイドやないかね。ギルティエボ3位、2位の方が偉いんだよな。そう、別にギルティあれエボじゃないからな。ギルティエボじゃないからな、あれお前。え、総師範での、うん、このアカウント大丈夫、これオッケーです。これ声大丈夫かな、猫じい声大丈夫。エントランス、エントランスで優勝したのはアムメさんであったクリートで、お声大丈夫、これね、ビータの方もある？まあ一応 OK で、あ、それかビータ版もできるのか。ビータ版もできます、はい、できます。ビータ版持ってたりするの？全持ってないけど。ないか、いや高いかな。高いよ、出ないかなっつって。いや、対話の給与は日本の3分の1ですから。あ、そうなんだ。でも物は値段が一緒ですから。あ、じゃあきついな。そっかそっか、だから3倍、日本人の3倍で買える。生活がきついじゃない。そう、そうか、3倍か。3倍です。平然のクレジットも3倍なんだよね。そうですね。だって大会で優勝してもらえばいいじゃん。大会優勝もらえないなら今、ならいいな。ならいいな。いや、なんでも、はい、大丈夫？何やっても、まあ、世界の一番なら大丈夫でしょ。まあ、確かに。お、来たかな？やるかな？日本も。日本だな。でもプレステがいいんだっけ？まあ、俺、いいかな。俺に縛っても分からん。私のアカウントじゃないですか。確かに、確かに。俺か。お、ジェムある？ジェム、まあ、ありでもいいかな。あれでもいい、うん、後で自分で設定した方がいいんじゃない？わ、うん、かりました。そうですね。借金3億。一応普通のは読める。3億カタカナも読める。カタカナも読める。でも遅い。遅い。あ、ちょっと考えちゃう。ジェム持ってる。あ、ちょっと長いかな。あ、ちょっと重いかもね。あ、でも始まっちゃうよ。いや、これ、ちょっとラグこのゲーム
お？お？お？そんなに楽じゃないけど。で。おお。チュンリなんだな。おっと。うわ、どっちよりなんだろう。おお、覚醒してる。ね、おお、見たことない。ちょっと違うよね、なんかね。ちょっと違うね。ちょっと日本と違う感じが。あー、ここは、あ、ここは共通なんだな、世界共通語っていうのは。交代して。お、おー、そこだけいかない、やっぱ。ほら、手は強いよ。これ、中盤。中盤。超強。へぇー。隙がないし、確認できる。確認できる。うん、確認できる。2回ある。ああ、そうかそうかそうか。立ち中盤。なるほどなるほど。で、隙がない。あんまりない。確認できる。ここが強い。ゲージ使わず。攻撃力も高いんだな。そうね。あとめくりの中盤。うん。うん。結構強い。これ強い。めくりが強い。ほい。そう、読んでる。そして中期。うん。ちょっと残念。おお、うまい。ここはどうする？うわ、ここは痛いよ。これ超痛い。死ぬ。あ、カメラ入れてるな。カメラどうする？おい、カメラがちょっと揺れて、今地震が起きてるらしい。あ、そうなの。キューピッド揺れてないで。ほい、おお、おお、抜けるんだ。あれびっくりした。はい、どうしよう。うん、ほい、はい、うまい。おう、うん、最近地震多いよね。あ、確かに多いですね。地震、日本の地震分かる、はい、アースケーク揺れる。あ、地震さっき。アースケーク。あー、まあアースケーク、アースケーク、まあまあまあ、アースケーク知ってるけど、まさかそう言うとは思わなかった。あんまり考えない。さっき揺れたらしいんだ、対戦中に。そうか、うん、集中してるね。1回 ?2 回んー、2回。2回、日本選手で。2試合選手。分かりました。あれ、ゲームアウィン前何使ってたっけ。キャラクター変わったよね。そうですね。あ、前ジャックとか。そう、今ジャックはそんなに強くない。強くないんだ。あ、そうなんだ。でも2013、最初は誰って。あ、ジュリアとケンって。でジュリアそんなに、まあ、弱く、ちょっと強くない。うん、で、剣で、ほら。で、剣が弱い。で、また、チュンリに変わった。はいはいはい。なるほどね。立ち回り強いキャラが先方だと思ったんだけど、チュンリが先じゃないんだ。私の戦う方法は、ホラン最初で、ケイチ貯めて、うん、ケイチを、チュンリで、守るで使う。なるほど。ガードキャンセルが強い。ああ。あれ、相当強いよ。へぇ、スピングバードしか出るから。あった。これ。これか。これ超強い。へぇ、長谷が早いで、めくりもある。ああ、なるほど、なるほど。そして、クイック起き上がりできないので、結構安全。結構安全。おお、あったあった。ここは逃げる。よっしゃ、バグが早いな。これ超強い。え、ああ、その後に突っ込む。そう、こういう感じ。強い。中段もちゃんとあるし、立ち回りもちゃんとあるし。あった
ごめん、ごめんなさい。ガーキャンミス。たまにある。たまにある。ご下段ってなんだろう。そう、結構あるよ。想像より結構ある。そんなにある、トッププレイヤーでもやるんだろう。いや、投げが遅いから。はい、このゲーム。ー投げも倒した。そう。ゲーマー B、はい、ゲーマー B に質問のメールが、はい、どんなメール？お便り、OK、これあと試合終わったらね、はい、うわ、表か、表、ガードは前ですけど、あ、ガードは前、ガード前で、え、ガードは前なの？ガードはこっち？めくり攻撃して落ち方はこっちです。見えちょっと、ストー4の5機あれと、あ、同じ、同じ。なるほど、なるほど。何のメール？はい、いっぱいお便り来てます。いっぱい来てる、ペンネーム、13歳 JC さん。はい、カオ TV の皆さんとゲマビさん、こんばんは。ゲマビさんに質問です。はい。タイステに行ってきたようですが、どんな人と対戦できましたか？あ、対して、はい、印象に残った相手や試合があったら教えてください。今日ですか、昨日、今日も含めて、まあ、全部かな、対戦行った経験全部、はい、で、あ、一番強いの相手、一番印象に残った、まあ、残った結構あるよ、まあ、どんな人がいたかとか、そういう思い出話でいい、対してか、なんか毎年で攻撃の時で、うん、で、対して行けば、みんなが、誰も多いでしょ、うん、で、人が多いで、待つは結構長いじゃん。で、結局が、たまになかなか長い期間で、で、並んでから、一瞬間で、あの時確かに、西銀さんかな、あ、10回やって、9敗でした。おー、その日全部立ってて待ってたので、試合来てもすぐ立っちゃうから、結構退屈で疲れてる。西金さんいいやつ本当、うん、でも彼は私にとって世界一番アトンセンが上手いの、ブランカ、上手い、彼だけ負ける、すごい上手いですね、確かに彼だけ負ける。世界に他にブランカって使ってる人あんまりいない、ないけど、うん、あんまり負けないで、で、結局は彼が対策がほとんどできないですね、強かった、西木さん調子乗っちゃうパターンだね、これね、おどうだろう、調子乗るパターンだね、これ、あー、チームなしの人、うおー、うまい、おお、あれ、ごめん、画面端から逃げな、おお、やる、フリー、カウンター、待て、おっ、出れねー、あれ、すごい、あよ、コモミス、ここから危ないよ。あ、そういえば自分いじってないね。あ、相手の人も使ってないけど。あ、そっかそっか。自分なしでいいかじゃん。ホモ。え？錦井さんはジャパニーズホモ。本当？ジャパニーズいらないと思う。本当です。本当？本当？本当？嘘でしょ？危ないですよね。酒うまいよ、はい、あの人超うまい、酒強い、強いね、あれ、お、うわー、これ早え、はって下段だもんな、おお、結構バランスグイグイキャラだと思ったな、確かになんかそういう人多いよ ね、なんか印象で言うとね、はい、ああ、ごめん、どうしよう、なんかアズンでもね、立ち回りするしね、なんか、うん、ガンガン攻めるキャラでも立ち回りするな、逃げる、
おーっと、早い。うわ、なんだったんだ。ニーナ強いな。いやいや、勝ってる勝ってる勝ってる勝ってニーナ強いな、ニーナ。それはいや本当にいいよ。いつもニーナが暴行されてる、暴行されてる。ニーナが最強キャラなんだ今のとこかな。お便りは、はい、ペンネーム闇の間さん、ゲストのゲーマー B さん、こんばんは。こんばんは。ゲストのゲーマー B さんに質問です。はい。普段お忙しいと思いますが、ゲーマーとして本当はやり込みたいけどやり込めないゲーム、自分は面白いと思っているけどあんまり人がいない、ゲームがあったら教えてください。自分はアクアパッツァをやっていますが、友達としかやったことがないです。ゲーマー B さん、どうですか。まあ、自分の好きなマイナーなゲーム。マイナー、自分の好きな。それは格ゲーム。強、自分が一番好きのゲーム。一番好きなゲーム。今のとこは本当にスーパー4。ああ、スパ4なんだ。この前は、なんだっけ。鉄拳かな。ああ、鉄拳な。鉄拳。タック2。鉄拳タック2じゃない。6。あ、6か。6。と、もっと前は、バージャー。バージャファイター。バージャ4が結構やってた。へぇ、うん、それです。マイナーなゲームはないと。はい、台湾で流行ってこれ面白いけど、流行ってほしいなっていうゲームとかは、はい。流行ってほしいのゲームは、あの時で台湾一番欲しかったのはバージャーです。流行ってない。バージャーなんだ。台湾が流行ってない。あ、そうなんだ。はい。スーパーの走ったな。おぉ、これ結構良いよ。チュンリーだ。チュンリー今度こっちがあれだね。ジェブラシー。浜内は負けないですか。で、決意ができる。玉抜けもすごい強そうだもんな。玉打ちで負けてるもんな。あっ、そうだから、ストクロのタイガーショットはそこに速くない。どうなの、まあ、竜より速いか。チュンリーが速すぎた。そんなに速いんだ、チュンリー。チュンリーが速い。へぇ、ガイルより速い。ガイルより速い。え、そうなの。いや、ほんとだ、買わないでしょ。でも、ため穴いらないですから。あ、そうなのか。そう、波動拳って。波動拳か、これ思想が一番硬直なって、弱が一番長いとか、うん、そうですね。ああ、そうか、そうか、うわっ、ストホームじゃなかったっけ。うんうん、おいおい。針の追い詰めるのが早いね。おお、ガードされても隙ないんだ。あんまりいないの。あらあ、ちょっとおばちゃんっぽいね。あらやだとか。あはは、弾抜けれ、一発で撃てねえもんな。うわー、うわー、見てる。なるほど。あれ、あ、交代がなかった。出なかった。出なかった。あ、大丈夫。出してるな。大丈夫。一回ジェムとかセットする。あー、どうしようか。でもちょうど今切り替えてもいいですよ。ジェムは、ね、今これ4試合やってる。ジェム変える？変えるかも。変える、変えるんだったら。うん。今このタイミングで。まあ、今使わない人も。あ、今じゃあ。あ、まあ、使わない人もいる。じゃあ使わない方向でお願いします。使わない方向にしようか。ジェムは。大変だ。ほとんどみんな2本だね。なんで2本だろう。2本はな、みんなビータなのかな。ビータ、ビータ勢がいる。ビータ勢、ビータ勢か。ビータ勢いんのかな。あーちゃん2本だったら来てる。おー、また見た。今の新しい、そういえばバーチャファイターはどうやってるのにしないの。
バーチャファイターの一番新しいシリーズ。はい、ああ、これ結構いいゲームでしたね。いや、ちょっとやったんだ。ちょっとやったんだ。ちょっとやった。でも、今のは、あのゲームは難しすぎるので、やり込みしないと、一応無理ですね。追いつけない。わかん講師が多い。それはちょっと痛い。いたぜ。これちょっと重い。これちょっと重い。重い、ちょっと。重い。おー、刺せた。おり？あぶね。おぉ。おい。出た。よく見たことある。大丈夫けど。見逃さない。うん、ここはら。もう一回。もう一回。強いね、破断手。あのセービングライト破断手強いやん。はい、おお。ゾンビ。なるほど。バチャ。強い。おお。じゃあ勝てる人いんのか。おお。なんかドグラツイートが話したんだっけ。ドグラツイート。おっとっと。何でドグラツイートって。わかんない。なんで払ってんだろう。おっ、うまい、噛んだ。バウンド。誰？噛めましたね、今回。残念でした。あれ、追加攻撃入れても。ほい。確かになんで今日重鎮いないんだよって感じだな。今日重鎮がいればな。また。東京界の重鎮がいればな。いや、重鎮は。実はもう配信もともと出たくなかったっつったらし、俺がしつこくメールするから仕方なく来たっつった。配信もう重鎮二度とやんねえって言ったから。重鎮俺のしつこいメールで仕方なく重い腰を上げたらしいから。重鎮は俺の二度とやらねえって言ったから重い腰を上げたから。もう出たくなかったんだ。本当は出たくなんかなかったんだよ。重鎮、重鎮は何、日本のドクロのトッププレイヤーが、はい、ゴッツのスタッフに1人、はい、いるんだけど、はい、そいつを配信で呼んでやらせたら、だから緊張して配信中にボコボコやられちゃって、はい、でなんかその負けで、はい、そのなるおがストクロを遊びでそのスタッフの人と対戦した時に、はい、そのスタッフの人が勝ったんだけど、はい、嬉しすぎてマジ泣きして泣きした、本当に泣いちゃって、で帰っちゃったっていう話があって、負けたらどうしようってずっと思っちゃったね。それがストックロ界の重鎮だったね。ああ、うん、そっか、重鎮界、重鎮、ヒロポンか。あ、そう、ヒロポン。ヒロポン知ってるよ。あ、知ってるんだ。うん、結構やったことあるんだ。Xbox でね。ヒロポンやっぱ強いのかな。やっぱヒロポン悪くない。濁したね、悪くない。だいぶね。今優しさを取って悪くないとか言って。最初は別にうんっつったのに言葉を選んだったから。悪くない。日本語ちょっとひどいな。いやいやいや、一番いいくらいだった。一番いいコメントだった。一番いいコメント。よかったな、今の。でも重鎮はやっぱ、ゲーマー B は超強いって言ってたね。うん。いった。終わったー、ありがとう。おう、強い。はい。おお。まだ普通に打った。あーごめん。コーナーどうする、逃げる。こうやって。食べがない気候圏って確かに超強いな、これ。ね、強いよね。言われてみれば、あんな。あー、あるあるだ。たまにある。画面端だけ。うん、あー、潰れたガーキャンのかな。ようやく1ラウンドじゃない、負けたの。そうか。まだこのラウンドだけじゃない。いや、こういうゲーム、このゲームは本当に早い。一瞬です。火力は高いもんな。はいはい。ゲージあったら2コンボぐらいでもう、いっちゃうときあるもんね。お
そうです。有利なんだろうな。そうですね、1フレーム有利。でケツリーと、ゲージが結構大事。あーゲージが常に余ってるもん、うん、ゲージが今のところはゲージは一番大事ですよね。ジェムなら多分ケージのジェムが2つで両キャラで、1つが攻撃と防御の1つ、あそういう感じで。ゲマビー、あ、重鎮見せたらしいよ。重鎮見てる。今、ツイッターでつぶやいた、つぶやいた。ヒロポン見てる。この写真見てて、あー、ごめんなさい。ゲマビー優しいなって言ったらしいよ。ごめんなさい。優しいなって。やりましょうか。いや、多分来ない。それは来ないですよ。あ、泣いちゃうから。えー。配信で負けると、ガタガタして。あ、でも配信映ったから。また、顔捨てない。この、顔捨てなくて試合強いよ。試合。え、こいつ強いの？超強い。超強いんだ。見てなかった。いや、ピカコは、ジェムが入ってるかなって。あ、台湾でも知ってんだね。あ、ピカコさんか。あー、今回はキャラチェンジか。じゃあ、ジェムしたい方がいいや。エレナは結構強いよ。あ、そうなんだ。うん、なんか、ひどい技が多い。ひどい技が多い。ひどい技が多いんだ。これ、突進技とか、で、飛びの、リンクだ。いつなったら、ガードをされても、プラス。え？プラスなのプラスなのかこれ、これで中段は、あれ、ガードされても、プラス。あ、そうそんな強いんだもんね。必殺技が。そして、中段が、中段ひどさから、コンボできる。こういう感じ？あ、これ、大キックで。あれは大ですから。ヒロポンは悪くない。ヒロポンは超強い。超強い。こういう感じ。アタッチが選んだろうね。おてって。でも多分あんま八股ばかりかな。あ、まだない、まだないね。動きがあんまり。ああ、暴発した。やばい。どうしよう。優しさ切ってなかったんだ。カウンター。まさかのキャラ間違い？あ、キャラ間違えたのかな。間違えるのこれ。わかんない。間違えるの。もともとはアベルですよ。確かに、アベルとなんだっけ、アベルとマーダク。マーダクか。ちゃんとコスチュームには貼ってるから。おー、知ってるかな。あ、これがメインなんだ。あ、こっちメインなんだ。ゲマビ、こっちがメインだって。こっちがメイン？こっちがむしろメイン。え？いや、でも、Xbox やったの時で、確かに、アベルと、エレナで、バダム、でしたで。ここはどうする？怖い！怖いよ。前のイメージだとなんか、アベルと、どうしよう。平八だっけ？なんだっけ？あ、だったね。なんかそんなイメージがあったな。いや、怖いよ。前からでもすげえ強かったよ。EX のあれ食らったら死んじゃうよ。あれ、出なかったー。ちょっと待った。ちょっと対戦あるな。ちゃんと使わないんだ。あ、ほんとに小流拳、小流拳が EX だけが無敵がある。あ、だから、ノーマルはないのか。対空は、立ち中 P で、結構強いけど。で、使わなかったんだよ。あ、だからあんな飛んだって。あ、なんかアベルは Xbox の時に使ってて、Xbox 版の時は、エレナを買ってないらしい。ああ、追加だから、追加コンテンツを買ってないらしい。ああ、そっか。だからアベルらしい。なるほど。じゃあ、こっちがメインなんだ。なるほど。じゃあ、エレナは、海外で強い人があったこと。ああ、距離が離れてで、これ、必殺技、貯めるで、EX 待てて。ああ、それが、飛行動機が無敵があるで、ガードされても、1プラス1でしょ？そこへ、ずっとこれやってって。こっちが行かないとダメです。対空はちゃんと立ち中 B で、対空キャンセル、マイステイでコンボできる。で、こういう感じで戦う。確かにでも、重鎮もなんか言ってたね、そのことで。え、重鎮言ったっけ？重鎮もなんかエレナは
遠くで貯めて EX がすごい強いって言ってた、うん、そうそう、それは超強い。重鎮の印象は何でしかねえから、ちょっと重鎮、重鎮フォローしてくれよ。重鎮のイメージも、ちゃ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 、おっと危ねえ、ラッキー、ダメージ、おっと、おお、ごめん、おー、惜しい、あー、惜しい、いつもの、ピュアの技と違うってるんだな。エレナ、慣れないかな。おーっと、うまい、おー、なるほど、ね、こっ交換か、うわー、確かにガードされても読みか、ガーディアンモールかみたいな。まあ、ああいう読み合いもある、ありそうだもんね、うん、ありそうだね、普段読みでね、多分ガキャンモードがレバーが激しく動くから。あ、なんで？ここはチェンジ。あ、そこの体力もうチェンジしかできないんだ。うわ、おお、早い。すごいコンプリ。あったー。ここから危ないよ。もうリーチだね。おお、逃げる。お、そうかそうかそうか。どうしよう。お。かくんないんだね、あれね。うわ、やる。やる。お、減る。どこ。もう無理やり。あー、無理やり、無理やり、無理やり。あー、ごめん。忘れちゃった、忘れちゃった。コンボじゃないか。あ、このコンボ面白い。なにこれ、こんなコンボなんだ。ここはどうするね。お前来る。攻めっ気出すね。時間がない、もう。あー、時間がないよ。ワンミスが命取りだな。ついね。ほい。おお。これな。わからねー。なーっつって。まあでも自慢も言うんだね。わかん、わからねーって。あー、カウンター。あ、これ死んだかな。死んだかな。ここが。あ、残った。うわ。ダメだ。まあ今のは、まあ今のはしょうもないか。今のは大事。ついに。エレナあんまいないんだろ。ついにいっぱい。ここが難しい。モドクの、置き攻めはほんの水よ。へぇー、うん。対空もあるもんな。そう。マドックはどうなんですか？強いんですかね？置き攻めは強いけど、うん、ジャンプが低いで、あるいも結構遅いから。いくつの対決は結構きつい。あ、なるほど。だから2人目なんだ。あ、なるほど、うん、チュンリーとってマドが結構きつい、やっぱ2対2だから、そのそう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 、構成でバランスがちゃんと取れないと思う。いや、エレナでも分かんない、強そうなの。どうする。エレーナか。あ、てかそうか、追加コンテンツだけどさ、海外で大会で使えるんだね。あー、そうだね、強い。そういうゲームだと思ったんだね。知らなかったよ。あ、でもそっか、25周年大会も使えたもんな。コーディーってことね。あっ、おっ、かかった。かかんですね。あー、だいぶし力が回る。あー、読んでたけどタイミングが合う。あー、無理やり。いやー、いい勝負だな。おお、すげえな。何だこれ。おお、出る。おお、中段なんか。おお、中段よく見てる。向こう言うなのかな、あれ。あの中段早いな。思ったより早かったよね。そう、ガザもっと破産周ぐらいあんのかなと思ったら、ね、全然早かった。あー、速6系なんだ、す早いな、中段。この足の長さがいいよね。ダメです ね。あとこの後の攻撃やな、固めが必要なの。あ、しかし、おお、やりかった。あー、ダメなのか。早いな。ここがすよね。人対戦とは余計見えないだろうな。あ、EX もっと早いんだ。あ、EX クソ早いんだ。
読んでる、すごい。あれ絶対なんか違かったんだな。うわぁ減るな、これ超減る、考えてないよ、これここはどうする。なるほど、見えない。あ、これハッピーバーだ、見えない。あれで光って見ようと思ったのか。なるほどね、そうか。え、なんだろう、ダメか。ここが負けだな。見えねえ。これ前ね、跳ねるんだ。これは確かに見えない。そう、跳ねるんだ。まあ、表だったっぽいもんね。まだ表か。あれ跳ねるんだよ、面白いな。強かった。強かったな。ね。あ、何が強いんだろうと思ったら、あれが強いんだね。確かに。ね。やっぱりよく分かんなかったけど、最後に食らって分かった。あ、あんなこと言っちゃったんだみたいな。何が強いんだろうと思って。なるほど。普通にはあれが三択で、ああ三択なんだ、うん、3択投げもあるから、裏か前後ろとそのまま投げ、駒投げ、駒投げ、駒投げ減るね、あれね。うん、そうそうそう、こういう時はカムチャッカファイヤーって言った。ああ、そう、ムカチャッカファイヤーだっけ。ムカチャッカファイヤー、ムカチャッカファイヤーっていうのをこういう負けた時に言った方がいいのか。ムカチャッカ、ムカチャッカファイヤー、ムカチャッカインフェルノとかいう激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム。なんだ何対戦で負けて、はい、さっきみたいな置き攻めが見えない時にやられたら、はい、これを言うのが今流行ってる。激おこスティックファイナリティ激おこプンプン、激おプンプン丸、待て待て、習い激おこぷんぷん丸でいいよ。あ、激おこぷんぷん丸でいい、うん、あ、これトパンガルもやったらしい。やったね、トパンガルもやった。そうそう、トパンガルやった。それは流行りだな。おっと、ケイスケさんすまねえって感じですからね。おっと、ケイスケさん、ケイスケさんが下向いちゃったからね。おっと、ケイスケさんすまねえって感じですからね。おー、なるほど、接客がいたのか。あー、ダメ。あー、来てよ。あ、そういうコマンだな。ちょっと今度はケイスケが激おこぷんぷん丸だーとか言って。激おこぷんぷん丸だ。すごい、すごい。あー、さすが。おー、おなんかかここおいで。おほー、一回サボポールが倒しましたみたいなね、これ。2回して一瞬か駆けつけて、駆けつけて、駆けつけたよね、駆けつけて、見下ろすっていう、駆けつけたよね。おお、すごい、今の無敵技を使わして後ろ歩きで、腹の前歩き、おお、わあ、すごい、すごい、攻撃判定さ、はぁ、浮きたかってか、減るでしょ、減る、すごい。あー、またやっちゃった、もしかして減った、え、そんな減るんだ、これ減るね。おぉ、昇竜拳チェンジ体力低いんですよね、しかも。そう、あー、そっかそっか、昇竜拳チェンジは、補正、あー、あんまりないから、ないん、うん、ほとんど400くらいである、うん、いける。そんなに、リマミと一緒に顔作るときに聞いたんだけど、日本はネット対戦のプレイヤーの全体のレベルが高い、プレイヤーの高いレベルが高いです、すごい高いらしくて、こんなのもいるんだな、確かにね、いきなり強いの。はい、じゃあ次のお便り、はい、青い空さん、はい、カオ TV の皆さん、ゲーマビーこんばんは。今やプロの格闘ゲーマーも増えてきましたが、ゲーマビーは一体1日どれくらい、また1週間の中でどのタイトルをどれくらい練習していますか。練習ね、練習は毎日 5,6 時間かな。あ、でもな、まあ、大会の前になもっとでしょうね。あ、もっとやるんだ、大会は。そうですね、それは全部同じタイトル、いや、あと変わる、変わりもありますね。もしストクロが人がないと時で、うん、まあスト4やる、あ、たまにも鉄拳をやる、ブルさんと一緒だな、そうですね、
おっと、おえ、カープファンじゃないか。あんまり分かんないこともあるんだろう、ね、激おこプンプンマル、どうしよう、激おこマイナリティ、おお、好きなの、うわ危ない、あれ楽しいよな、やってくる、あ、レジ残す、あ、よう見えない、レバー捨てちゃったかな、うーん、どうなんだろう、ガードないよ、動けないよ、あ、分からん、どうなんだろう、時間とかもあったのかな、あ、まあそうか、時間もあったか、ここから、おお、いや、これ結構あった、端でも入るんだね、いや遠いですから、はガードもないできないないですから。うん、ああなるほど。ベタベタ。おっと。ベタ。今の面白。うわあ中間っぽい。中間置いてるんだよ。おお見えてる。おお、体力差すごいな、うわぁ、ごめん、痛いよ、これ、はい、おへへ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 、まだいける、こういうパワータイプの構成なんだろうな、あ、出ない、ごめん、なんで不発が多いね、なんかね、まあ、ネット対戦だから、ね、貴重だね、あー、やる、逃げる、しょうがないな、おー、うん、じゃあジャークの昇竜拳が強いよ、うーん、強そうだね、でも、あれ